はい、ゴツの趣味部屋へようこそ。今回もね、ジャンプ系グッズ紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら、はい、呪術廻戦からキャラボスコレクションということでね、はい、こちらワンボックス買いました。はい、でポスターが1個に2枚入ってるんですね。で全16種で、この中にはワンボックス8個入りなんで、これ一つでね、おそらくコンプリートできると思います。まあ今回もね、デッキレースかもしれん。はい、まあラインナップはこんな感じで、はい、まあ、パッと見だけね、はい、ということでね、開封していく前にこちらね、もう一つあります。それがこちら、バン、はい、五条先生のアクリルスタンド、まあ、ちょっとディフォルメしたやつ、はいはい、アクリルスタンド五条悟る通常バージョン、はいはい、こちらを買ったのがアニメイトということでね、はい、お分かりの方はもういるかと思いますが、こちらです。はい、特典がつきます。はい、いくら以上で1枚ミニ色紙がもらえます。それがこちら、はい、こんな感じでね、ジャンプフェア21 in アニメイト、はい、こちらのね、非売品のミニ色紙、これが特典としてもらえます。はい、最近めっちゃアニメイトで買ってるんでね、結構もらったんですけどね、うん、まあ、まだコンプリートはできてない、はい、ということでまた何枚かあるんでめくっていきましょう。まず1枚目はね、ほの見える少年、はい、ちょっと私わからないですけれどもね、はい、で2枚目いきます。2枚目、あ、ゴールデンカムイ、あれ前出たけど別のイラストですね、はい、うん、見てはないんですけれどもね、うん、知ってます、はい、アニメでもやってますしね、はい、では3枚目、これもわからない、地獄楽、あーでもなんか聞いたことあるような、はい、4枚目、せーの、あ、バーンザウィッチね、はい、これはブリーチの次に連載されたやつですね、作者は同じ人、久保さんですね、はい、まあこれもね、まだ原作見てないです、はい、5枚目いきます。せーの、これはグラビティボーイズ、あ、グラビティボーイズ、はい、次長たち風佐賀、うん、わからないですね。でまた例のごとく重なってました、はい、ということで6枚目いきます。せーの、ウィッチウィッチウォッチ、わからないですね、ウィッチウォッチ、バンズウィッチはい、ということで7枚目いきます。せーの、呪術廻戦来ましたね。五条先生じゃないけど虎杖、いや、これも欲しかったですね、はい、ゲッチュ。では8枚目いきます。せーの、あ、善逸、鬼滅の刃の善逸、うん、これはいいですね、はい、では9枚目、ラストじゃないね、9枚目いきます。せーの、きたね、はい、きた、やったぜ、ドラゴンボール悟空、いいね、ブー戦のラスト、元気玉放ってるところですねやっと出たねずっと狙ってたんだけどね、はい、やっと報われましたね、では
最後ですね。最後いきます。来い、せーの、青のエクソシスト。はい、これアニメで見てますね。見てました。今やってない、やってんのかな、分かんないけど。はい、ということでしたね。いやー、自分的にはね、なかなかの小当たり、小当たり。はい、まあ、この3枚だけでもね、うん、当たりでしたね。はい、というより今のところダブリが1枚しかないね。30枚ぐらい開封してますが、でちなみにね、ラインナップはね、こちらのキャラピン、はい、アニメイトの冊子ですね。無料でもらえる冊子、これが、送られてきた時に入ってきたんですが、これにね、一覧があるんですよ。すごいでしょ、これ。ミニ色紙全61種ってことでね、61枚もあんのかよって。もう遊戯王な手は、これ一瞬わかんなかったよ。同じものかと思ったらね。ハンターハンターもね、ゴンあったらキルアも出してほしかったな。デソロね、はい、でブリーチ、ナルト、ここも欲しいんだよな。ヒロアカもあるしね。という感じで、はい、ではね、本編に入りたいと思います。まあ、早速ね、ちょっと箱から出してもう一つの箱を見ていきましょう。はい、箱はね、こんな感じで8つ入ってますね。はい、はい、こちらが小箱ですね。はい、ということで、まあ一箱ずつね、開けてみていきましょう。まあ順番的にこういく感じでね、はい、開封していきます。よっ、2枚入ってるんでね、どう開封したらいいものか。はい、まあ、とりあえずよいしょっと、まあ大きさはね、小さいですね。はい、182mm、 まあ18センチと縦が 51.5 センチと、はい、いうことですね。はい、もう板取りが見えてますけど。はい、1枚目板取り、はい、こんな感じ。まあちょっと画角に入らないんでね、うん、まあ、そこら辺はここを見ていただきたいと思いますが、はい、まあなかなかいい感じのイラストだと思いますね。はい、で2枚目、じゃん、あらららら、このコンビ。このコンビはね、はい、アニメ見た方もね、わかるようなコンビですね。イタドリとトード。はい、ではね、こちら、2個目、2箱目ですね。はい。はい、いきます。せーの、3枚目。ぽい。おぉ、両面スクナ。この少な、いいね、書き下ろしって感じ、両面少な。いいですね。はい、では4枚目、せーの、あー、はいはい、マヒトですね。マヒト、3箱目。よっと。いきます。3箱目の5枚目。せーの。おー、犬巻トゲ。いいですね。このイラストも描き下ろし。
犬巻。いいですね、この犬巻も。イラストがいい。はい、では6枚目いきます。せーの、おお、伏黒。6枚目は伏黒。うん、いいね。はい、4箱目。4箱目の7枚目。せーの、全員巻き。はい、では8枚目いきます。せーの、あ、犬巻きですね。もう一つのイラストの犬巻き。おにぎり持ってますね。で、ピースサイン。いいですね、これも。はい、5箱目。9枚目ですね。いきます。せーの。パンダ。パンダですね。はい。パンダ。はい。で、10枚目は。せーの、お、五条先生来ましたね。五条先生、いいね、かっこいいぜ。はい、はい、では6箱目いきます。ピンクだな。せーの、まあ、まあだろうね、うん、釘先のバラ。はい、では12枚目。せーの、ああ、伏黒ですね。では7箱目、13枚目、せーの、あ、イタドリか。はい、イタドリ。いいですね、このイタドリ。では14枚目。せーの、あ、はい、釘先。はい、釘先。ラスト8箱目。はい、ラスト8箱目。15枚目いきます。せーの、はい、ゲトウですね。ゲトウスグル。はい、そのゲトウの後ろはもちろんこの方。じゃーん、来ました、五条先生素顔バージョン。素顔かっけえな、イケメンやわ、うん、このイラストが一番欲しかったですね。はい、結局ラストですね。はい、はい、ということでね、全16種コンプリートできました。はい、皆さんね、キャラポスはね、どういう感じに収納してますでしょうか。
まあね、そのまま箱に戻してしまうとかね、ありますけれども、私の場合はこういう感じで収納してます。はい、こちら、はい、キャラポスコレクションということでね、こちらね、販売元のエンスカイさんから出ているファイルです。キャラポス専用、はい、こちらをね、普通に使ってこういう風に飾ってます。飾ってるというか収納してますね。はい、はい、こんな感じでね、はい、そうすることでね、いつでも見れるっていうね、うん、これはいいファイルですよ、うん、キャラポスのためにあるようなファイル。しかもこれ今思ったんだけど、2年生チームは犬巻だけ2枚っていうね、2種類っていう、他1枚ずつなんですよね。はい、はい、はい、といった感じでね。で、16なんですけど、うまく全部入れるとなると20枚まで入ります、裏表でね。はい、今回2枚余っちゃいましたけど、はい、こういう感じでね、はい、いけるんですよ。皆さんもぜひね、こういう風に収納してみてはいかがでしょうかね。はい、はい、といった感じでね、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。